はい、皆さんこんにちは。マリンバ奏者の門馬ひろきです。今回は早弾きの方法についてですね。大体は上げすぎ、マレットの高さを上げすぎというのと、あとは次の音に移動する時の手順が悪いというところ、あとは弾き終わった後に移動するんですけど、そうじゃなくて音を出し終わった後にすぐに移動するというのが大事になってきます。それを動画にいたしましたので、ちょっとご紹介していきます。早弾きのコツというのをやっていきます。だいたいこう、マレットを握って演奏していくわけですけれども、早い演奏の方法というと、だいたいはこう上げすぎていることが多いので、例えばこの曲クマンバチの飛行を演奏すると、例えばこの画面外が、狭いのでここだけ弾きます。こういうパッセージがあるんですけど、大体はこう上げすぎているので早く弾けない方は結構こんな感じ、一個ずつこう上げてるんですけど、そうではなくてこのポジションのままこうあんまり上げすぎない、あとはこの跳躍、左手がこう動く時にドを弾いた後に移動すると無理が出てくるので、もうドを弾いた後に、例えばもうドを弾いた後にもうファに移動する、こういう移動すると全部つながってきます。あとは跳躍をするときは、その狙った音にもうこういう移動するときは、もうここの弾き終わった後には次の狙った音にマレットを移動していく練習をしていきます。横から見ていきましょう。先ほどと同じように弾くと、弾くときにも上げるとこんな、結構無理が出てくるので、こうできるだけこの黒鍵の移動するときに上げすぎない、こういうふうに弾いていきます。でこの移動するときも一番最短距離を移動していくんですけど、あとはこれを上げすぎないというのと、あとは例えばこう移動弾き終わった後にすぐに次の目指す音に移動していく、こういう、あとはこれも上げすぎるとこうなるので、一個ずつ上げないで最短距離、こういうふうに弾いていきます。あとはこの移動する、このも移動があるので、弾き終わったから右手がじゃなくて、もうドを弾き終わった後に移動するというのが大事です。あとはマレットが逃げる位置がここでだいたい3分の1ぐらいの位置で演奏していくことが多いですが、ここからちょっと前の方を持つと、こう握るんじゃなくて、これだと結構遠心力がここにかかっちゃうので、ちょっと前で握るとちょっと細かく、さっきよりはさらに速く演奏できますが、だいたいこの3分の1からちょっと前でも握るとリーチが結構手に近くなるので、その分早く演奏できることが